仲良きことは尊きこと。決めたわ。今回はこの二人をマッチング。マーベラスリリーがチェックして。あ、いえ。ルー。早速つぼみちゃんたちの放課後をモニタリングっと。今日も充実した話し合いができてよかったです。では生徒会から商店街への企画提出案は来週までに私がまとめておきますね。しおんちゃんは今日も生徒会の活動を頑張っているのね。確かシルビアちゃんは弓道部だったわね。え、今日の部活は中止？そんな、楽しみにしてたのに。あらあら、シュンとしちゃって、なんてかわいい、あ、じゃなくてかわいそうなのかしら。月森町ホールでやるなんて素敵ですね。チケットありがとうございます。このチケット二人まで招待可能なんだ。せっかくだから誰か誘っていこうかな。例えばキャプテンとか。でしょ、調子に乗っちゃダメだぞ。キャプテンは忙しいんだから。シオン、お疲れ様。この声、もしかしてシルビアさん？どこにいるんですか？下。え？あ、シルビアさん！床の上に転がって、何を？ちょっと腹筋してて、驚かせてごめん。そうだったんですね。でもなんで。急に部活が休みになったの。今週は弓道場が工事なんだって。おー、それで筋トレをしていたんですか。そう、弓を射るのはすごく腹筋を使うからね。今200回やったから、あと100回。さっきから脇腹が痙攣してるのはしっかり効いてる証拠。無理しちゃダメですよ。きっと筋肉にもお休みは必要です。放課後は部活をするのが当たり前で、つい動きたくなっちゃうの。ストイックなのはシルビアさんらしいですけど。弓道自体は日本に来てから始めたんですよね。ドイツではどう過ごしてたんですか？ドイツにいた頃は忙しくて、放課後は余裕がなかったし、アルバイト以外家では大抵パトリシアと一緒に過ごしてたよ。懐かしい。寒い日はストーブに当たってシュトーレンを食べながらクラシック音楽を聴いてた。素敵ですね。ストーブ、シュトーレン。あ、シルビアさん、クラシック音楽が好きなんですか？うん、部屋でもたまに聴いてるけど。どうして？ちょうどよかったです。今度月森町ホールで吹奏楽部がコン
やるんですって。シルビアさん、もしよかったら私と一緒に行きませんか？あ、え？いいの？もちろんです。二人で楽しいリラックスタイムを過ごしましょう。私、クラシックコンサートに一度行ってみたかったの。嬉しい。まさに渡りに船。それを言うなら、渡りに船ですね。聞いたわよ、聞いたわよ。二人でクラシックコンサートですって。そんなの、マーベラス一直線じゃない。楽しみすぎて、体がうずいちゃうわ。うずうずう。明日のコンサートを想像するとドキドキ興奮してきちゃう。でもコンサート鑑賞だからしっかり寝ておかないと。せっかくシオンが誘ってくれたんだから。そうだ、羊を数えよう。羊が1匹、羊が2匹。羊が2865匹。ダメ、さっきから羊たちが隊列を作って軍隊マーチしてるイメージが浮かんで、楽しすぎて眠くならない。明日の放課後はシルビアさんと二人でコンサート。時間に誰かしら。シオンさん、こんな夜分にごめんなさいです。突然のことで僕もバタバタしてて。ひなちゃん、大丈夫だから落ち着いて。何かあったの？今日の生徒会で話してた企画案の件、締め切りが明日までだったんです。え、来週じゃなくて？はい、どうも間違った情報が伝えられてたみたいで、僕もさゆりさんも今知ったんです。書類まとめるの間に合わないですよね。提出来週に伸ばしてもらえますか？大丈夫、私もやるから手分けして明日までに頑張ろう。なんとか資料作成は間に合ったけど、結局一睡もできなかった。でも授業に遅れるわけにはいかない。眠気覚ましのドリンクを飲んで頑張っちゃうんだから。効かない。消
正直立っているのも精一杯の眠気で、このままじゃシルビアさんに余計な心配をかけてしまうかも。シオン、あ、シルビアさん、その目の下のクマは一体？実は私、コンサートが楽しみすぎて昨夜眠ることができなくて。シルビアさんも？ああ、月森町ホールって広いんだ。私も初めて入りました。素敵ですね。こんなところで生演奏を聴けるなんて、シオン、夢みたいな機会をありがとうね。どういたしまして、シルビアさん。チケットによると座席は最前列です。あ、シオン、もうすぐ始まるけど、演奏時間はどれくらいなの？どうしよう、本当に最前列。誘ってくれたシオンのためにも絶対に眠れないけど。そうですね、コンサートの演奏時間は素敵な演奏だけど、バラードが気持ちよすぎて、このまま…いけない！寝たらダメ！シオンだって、徹夜で大変だったんだから…あのシオンが、歯を食いしばって、自分の手に爪を立てている。シオン、大丈夫？私、シルビアさんと最後まで楽しみたいです。眠りたくないの。シオン、手、貸してみて。私がつねってあげる。自分でやるより人にやられた方が刺激的だと思うから。シルビアさん、いい感じです。痛くないけどヒヤッとして。ねえシオン、私にもやってみて。ギュッて。はい、じゃあ行きますよ。えっ、うん、痛っ、気持ちいい。じゃあここはどう？首元くすぐったいです。ちょっと、おとなしいあの子たちが、暗がりの中互いをつねり合っているだなんて。これってまさに、つぶったらおしまいですよ。演奏が心地よくて、つい。いいですか？もしここが南極だったら極寒ですよ。そんな中で眠ってしまったとしたら。ダメ、寝たら終わり。すごく素敵。
的なんですが、私限界で。よく聞いて。荘厳で勇猛で、それでいて温かな優しさに満ちていて、あ、頼もしく幾重にも重なる楽器たちを従えて、これってまるでキャプテン。そう、威風伝伝としてる。まさにキャプテンのテーマソングみたい。それを言うなら威風堂々ですよ。マーベラス、二人とも最後まで眠らずにやりきったわね。互いを励まし合い、カバーし合って、ピンチを乗り越えた様は吹奏楽部の演奏に負けず劣らず胸を打ったわよ。さらに戦闘力チェックも連携して取り組めばこれはさすがにインターバルを設けてあげようかしらね。